建物の陰からゆっっくくりり、と出ててる熊後ろに回り山へ走っていきました。警察などによりますときのう午後2時ごろ陸別町の銀河の森天文台の敷地内にクマ1頭がうろついているのを職員が発見しましたクマは1.5メートルほどで職員が目撃してから数分後に近くの山へ立ち去ったということです 当時、天文台には4人の客と職員がいましたが、被害はありません。陸別町は付近に注意を呼びかける看板を設置するなど、警戒を強めています。